プロガノケリスは中世代三条軌期の約2億1000万年前に生息していた亀。ハチウズナ、そうユミみやこう、カメメ、三条軌亀とも呼ばれる。ドイツとタイで化石として発見されており現存する種ではない。2008年に中国からオドントケリスが発見されるまでは最古の亀であった。 プロガノケルス骨格全長約1メートル、口長約60センチメートルと、亀としては大型。高さのない平たい甲羅を持つ。頸椎は8個で原生種と共通。尾の先端は個室の鞘で覆われ、梱包のようになっていた。獅子の構造はゾウ亀などに近く、陸生であったと考えられている。 口の噛み合わせ部は装飾性の陸亀に近く、同様に装飾性であったと思われる。原生の亀類の特徴であるくちばしを持っていたが、葉を残していた。ただし、すでに公園に生えているものは失われ、公外部のものだけになっていた。おどんとケリスでは、不完全であった甲羅も完成していたが、頭部や四肢を校内に収納できなかった点で大きく異なる。原生の亀では、 後頭部が湾入して、後菌の付着部が拡大しているが、プロガノケリスでは、頭頂骨などが後頭部を覆っていた。首や、長いように防御もしくは武装用の骨盤や棘を持っていた点も、成長すると、甲羅の骨盤同士の縫合が閉じる点なども、原生のカメ類には見られない特徴である。また、原生種では一つになっている尾行も、左右独立していた。耳小柱が太く、 また、外耳のスペースが小さいために形成が不完全で、聴覚はあまり発達していなかったと思われる。化石はヨーロッパ、東南アジア、南北アメリカで見つかっている。ありがとうございます。